長かった。釣れなくても通うからわかる変化がある。ずっと邪魔だった堆積した砂、堆積した砂が流れて、個人的には理想の流れが出来上がってます。暗いうちはヒットがなく浅まずめになりました。今年もこの城の季節がやってきたようです。水温は 16.2 度、1ヶ月前と比べると8度も上がっています。今年初めての引きに少々混乱しています。時々ラインを繰り出しながらこちらを優位に持っていきます。スイッチヒッター 120S の飛距離もあって、かなり沖でヒットしています。癖になるこのカチカチ、どちらかといえばゴリ巻きファイトが多かったので、やり取りの大切さが身に染みます。今までのロッドやリールならバラしただろう、この動き。大丈夫です。この辺りで大きさが普通じゃないのではと思い始めました。やっと寄ってきました。かなり粘ります。足元ばらしがよくあるので、ちょっとラインを放出します。そうすることでシーバスが逃げられたと錯覚するわけです。これは期待していいんじゃないでしょうか。まだ際で粘ります。
無事にランカーを仕留めることができました。レバーブレーキを使わなければバラしていたかもしれません。レバーブレーキの入門機にあたるスイッチヒッター LBD ですが、今日は最高の収穫だったと思います。